国際旅行に行けるか口説いていきましょう。ポンパイラオナジン You want to go Lao? You can go? My pen passport na? ジン OK ということで、まさかのあっさり、ちょっとさすがにパスポートないから将来の話になるかなと思ってたんですけど、うん、一緒にラオスに行けるかもしれません。これから僕ラオスに行くんですけど、うん、この子が一緒に来てくれるかもしれません。Why you want to go Lao?ということで、今デニムを取り上げてシューズプレイで部屋まで行きたいと思います。はい、キーナにしても、いや、それにしてもまさかのうどんターニーに来て最高のこんな南の島の、うん、生活を送っていますねそして怒った顔もすごい可愛いですいや、こういう舌を出すのすごいギャルっぽくて楽しいですね、うん、そして、うん、すごい今気にしてるようにしたり痛い痛い痛い、にしても走ってる姿もすごい可愛いですね。あ、うん、こんな高級なそうなホテルをすごい、うん、そして水着ちょっと直してあげましょう、ね、だいぶ、うん、自分で食い込んでるの直せるみたいですけど、うん、この女の子ハイカット、もうちょっとハイカットに上げた方がいいんじゃないのかなと思うんですけど、どんな感じでしょうかね、うん、そしてこの高級そうなホテルの中を水着の女の子と歩くの初めてですね。そして部屋に入り、はい、ということで今日もホテルを移動してきました。今日のホテルこんな感じですね。ここはナンティアテラスという場所なんですけど、うん、果たしてこの子気に入ってくれるでしょうか。どうやというもう2人ともふざけて遊びすぎて、うん、ラリアットを食らいましたね。いや、 UD タウンめちゃめちゃ雰囲気がありますね。そしてこんな感じでサッカーをしてたりもしますね。多分この子と、うん、関係がいいせいか、この子がすごい優しくしてくれるし、いろんなことをしてくれますね。そして今メコン川を渡っています。こっちがタイで、こっちがラオスですね。今ポーンちゃんの初めてをいただいてます。この子初海外ですね。いいですね。不安な表情に駆られながら DV に走ってますね。すごく怯えてる感じです。ホームシックになって、うん、家に帰りたいと言っていますね。はい、ということでポンちゃんとのお別れの時が来ましたね、うん、これから僕は旅立って、うん、ポンちゃんも家に帰ってしまいますね。こんにちは、たくみです。今回はまさかのこの子に奇跡的に会いました。ポンちゃんです。 Thank you。シーラちゃん初めての海ですね。そしてサンセット、今日ちょっと雲こんな感じで出てるんですけど、うん、いい感じです。今回のメイルめちゃめちゃ可愛いですね。いろいろデコってくれてますね。いい感じで可愛くなってきてました。それでは行ってみましょう。今ポーンに来てるんですけど、ポーンちゃんがサビに襲われてましたね。ねすごい、すごいいい感じです。そして夕日に照らされたこの美女です。そして何より、うん、ちょっと今日の夕日異常に綺麗ですね。こんな感じです。そしてあっちにも見えてるのがシーチャン島ですね。ぼんやりと見えています。ここシーチャン島はバンコクから一番近い島と言ってもいいんじゃないでしょうかね。ということで今島でトゥクトゥク乗ってるんですけど、細い道を爆走してます。いや、すごいですね。このトゥクトゥク、こんなとこ入ってってくれます。Thank you.
夜の埠頭もめちゃめちゃ雰囲気がありますね。こんな感じで船とかも泊まってたりします。こんな感じで謎のタワーもありますね。そして今は夜デート、セブンで食べ物を買った後、港で食べようということでここに来ました。ポンちゃん、こんなのをもらってます。島の地図ですね。バイクのセール。コウ君か。ポンちゃん、コウ君か。バイクな。コウ君か。携帯いいですね。ちゃんがはしゃいで水の中に入ってますね。ジン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 。あれいなか。足に何か刺さってます。バイバイちゃん。いや、にしてもいいです。なんかこの子水着も持ってきてくれてるんですが、やっぱり水着がなくても、この子ショートパンツだけでめちゃめちゃ可愛いですね。水着並みの魅力があります。やっぱり普段海がないところで育ったこと、海に行くといいですね。すごいはしゃいでくれます。おんちゃん、自分のホテルを忘れてしまってますね。わー、待て待て、怖い怖いということで、ホテルこんなところにありますね。こそばいと言って拒否されましたね。もう一回トライしてみましょう。ポンちゃん、スローリースローリー。そして、カルマへの欲が出ています。さらに徳を積むために石をすごい体勢で取って追加しようとしています。さあ今度は積める。うわ、すごい、もうゴリゴリに人の沿いに積んでってます。さあと猿の手伝いをしましょう。こう甲羅を狙っています。甲羅を狙っています。そしてフェイクをかけてきて、ポンちゃんが猿に襲われてました。いや、想像通りの出来事めちゃめちゃ楽しいです。いや、にしても、猿に来てますポンちゃんが初めての餌やり体験をしています。あれあれ、人が外国人のファミリーを逆行っちゃいきしましたね。ここか。 How are you from? Japan? はい。そしてこの子初めて人を乗せたんですけど、いい感じでドライブしてますね。家族乗せてたんですけど、いや、それにしてもゴルフカート密着できるのでいいですね。そしてすごいハプニングみたいなのもいっぱいあるので、こんな風に、ずっとドキドキ楽しめますね。女性もすごい楽しめると思います。ということだったんですが、いや、ポーンちゃん可愛すぎましたね。一緒にいた時間は本当に幸せでした。ここまでリアルな映像でご覧いただいた後、対人彼女の作り方や対人との恋愛についてお話しさせていただきます。実際に僕の結果から言うと、僕の場合はこちらからアプローチしないと 100% 彼女ができません。この顔です。一目瞭然です。そして視聴者の皆様も僕の100倍はかっこいいと思うのですが、
0点にいくら100をかけてもほぼ 2,3 点だと思うので、相手の女性からしたら50歩100歩だと思います。あちらの女性側から恋愛に持っていくことはほとんどないんです。こちらからのアプローチ、しかしこれがすごい地獄です。回数で言えば良い女性とお付き合いできる回数の100から500倍は悲しい思いをすると思います。しかし対人彼女が欲しいならやるしかない。ここが肝です。対彼女が欲しいならやれ。そして行動したからといって彼女ができる保証はありません。人によっては彼女ができる確率が高かったり低かったりすると思いますが、 100% 彼女ができる人はいません。厳しい恋愛競争なので、相手の女性の人気度によってもそれは全然変わってきます。全く人気がない女性であれば話は変わってきます。しかしポンちゃんやポッペちゃんクラスのレベルの可愛さになると、僕レベルの男が出会ってから彼女にできるまでの確率は3000分の1から5000分の1の確率だと思います。 1% のさらにそこから30分の1から50分の1ぐらいの確率ですね。 0.02% ぐらいです。そして何より怖いのは振られたり相手に脈がない確率です。それは 99.98% ぐらいないです。過去に 99.98% ぐらいの対美女は僕に全く興味がありませんでした。そしておそらくその対美女たちは僕の100倍イケメンのご視聴者の方々でも 99% 脈がないと思います。次に対人との恋愛ですが、相手をお姫様扱いしないといけないようです。ポンちゃんの口からは直接言われました。しかしこちらがお姫様扱いしても相手が王子様、王様扱いしてくれることは一度もありませんでした。例えば僕がホテルの部屋の掃除、2人分の洗濯、食事の手配、あとはタクシーの手配からドア開け、買い物、そしてホテルの予約、旅の予約、それらのチケットの予約、それらの費用の負担など全部やっていますが、全く効果はありません。効果はないというか無反応ですね。しかしそれをやらないといけないようです。日本の女性と比べるとちょっと信じられないような言動をタイ人の女性はしたりしますが、まあ国の文化も違いますしね。しかしそれを悪く言ったら絶対にダメです。マイナスなことしかありません。問い詰めてもダメです。これも日本の一般的な恋愛観とは違いますね。僕はこれらが苦ではないので大丈夫ですが、自尊心がある方とかは精神が崩壊したりするかもしれないので気をつけてください。まあそれらも全部楽しんでやってください。おっさんが家族以外のギャルに服一緒に洗ってなんて言われること、普通の人生では絶対ないと思うので楽しんでやってください。奴隷生活も楽しいですよ。ということで、タイのビザが切れるので次の国に行こうかと思います。この動画が面白いと思った方や続きが気になる方、あとは次の国の美女が気になる方は、チャンネル登録やグッドボタンをぜひよろしくお願いします。最後までご視聴本当にありがとうございました。